おはようございます。今日はですね、1月の15日です。矢沢永吉の EP 版紹介第2弾です。前回は、西岡恭三作詞の代表作を2曲紹介しましたけども、今日は山川圭介作詞の代表曲です。まずはですね、やはり引き潮ですね。第1回目の武道館コンサートの最後にですね流れた曲です、ね、シングル版。去年京セラドームでね、私聞いたんですけども、やっぱ素晴らしい曲ですね。あ、間から A ちゃんが。でこの曲 B 面はですね、写真の2人、なんと作詞がですね A ちゃんです。まあ A ちゃんの作詞の曲ってね、そんなに多くないんですけど、ね、結構 B 面の曲はですね、ブルージーでいい曲ですよ。私好きなんですけども。で、2曲目はなんといっても時間よ止まれ、大ヒットしましたよね。私がね最も好きな曲の一つでもねありますけども。でなんとですね、これ B 面、チャイナタウンですよ。これも名曲ですよね。ドアを開けろにね収録されてる曲ですが、時間よ止まれはですね、ゴールドラッシュですね。チャイナタウンは作詞も山川圭介ということですね。まあチャイナタウン、時間よ止まれ、矢沢永吉からはもう切っても切り離せない曲ですね。山川圭介さんもねもう亡くなっちゃいましたけども、それとですね、今朝起きてネットニュース見てたら、YMO の高橋幸宏亡くなったということでね、ちょっとびっくりしましたけども、日比谷の野音でですね、帰ってきたぞっていうね声で始まるあのライブでドラムをねやっていた人ですけど、まあ YMO で世界的にね有名なドラマーに、ね、なりましたが、ちょっとねびっくりしたニュースでした。ということで今日は山川圭介作詞の、まあ、代表曲、他にもありますけどね、その2曲をね紹介しました。次回第3弾はですね、これですよ、コカ・コーラ、レアもののね CD ね、手に入れましたので、あ CD じゃないや EP 版だね、シングルを手に入れましたので、このコカ・コーラにまつわる曲のねシングルを3枚次回は紹介したいと思います。それではね皆さん良い日曜日を。
堅牢。